ました。モータースポーツガレージ44さんいる。海星からですね、15分いかないぐらいかな、13分ぐらい駅から来るとスキヤの前右手に着きました。モータースポーツガレージ44さん。あ、やばい、これうちの子じゃない？見えてきたかも。いやー、チャッチャラーン、いる。タイヤも新品やった。この辺も綺麗になってる。めっちゃめちゃこれが時間かかったの。オーバーホール、サスペンションのオーバーホールに10時間かかった。すり抜くチェッカー始めてる。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。あの白バイみたいなやつがそうなんです。白バイって言うな。白バイって言うな。雰囲気変わったでしょ。雰囲気変わりました。なんか一番最初のあのちょっとやんちゃな姿からはおとなしめの綺麗なお姿に。塗装どうかな。塗装、え、いい色になった。頑張って塗った甲斐があったわ。確かね、この辺にへこみがあったんだよね。あ、でもほぼわかんない。よかったー。ギラも落ち着いた。あ、なんかめっちゃ愛着、嬉しい。なんか初めてのマイバイク、めっちゃ嬉しい。ちょっと持っててください。乗り物を所有するって、うん、いいですね。いいですね。納車した時にワクワク感。なんかラッピングするんで、うん、もしバランスがあんまり取れないなってなったら、うん、この辺の色とちょっとこう合わせたラインを入れようかな。ジーマイスター、うん、ジャンパワーの、うん、ラッピング屋さんには持ってもらってて、うん、この色合いを見てもらって、うん、まあコーデネートしまうから。コーデネートね。やっぱコーデネートみたいな。おじさん出てるよ。はい、すいません、はい、でも倒さないでね。はい、それが心配。せっかくあんな思いして塗ったのに。これエンジンかけてもいいですか。あ、いいよ。あれ、静かになった。下あれ、あれ、あれ車検無理だもん。今冷えてるから、そうで こっちにこれチョーク、チョーク、それをちょっと引く。キャブ車、キャブ車、キャブ車の特徴。キャブ車なの？キャブ、キャブ。嬉しい。あ、そうだ、キャブ掃除したもん。そう、はい。ちょっとこれで回してごらん。ちょっとアクセル。でそう、右手でちょっと回転を上げながら調子がいいところをこれで探す。ちょっとブンブンってやってごらん。アクセル、これ自分でこっからやんなきゃいけないからね。え、あ、いやいや、あ、でも、まあ、今アクセル離してごらん。安定してるでしょ。安定してる。これを引くと、引きすぎると濃くなりすぎちゃうから止まっちゃう。あー、パーツと一緒ですね。そう、でエンジン温まってきたらそれを絶対戻す。まあ行き過ぎだね。で戻しすぎ、あれ戻すと今エンジン温まってないからこれぐらいになっちゃうけど、戻すときは結構パチって下に、あんまりやるとかぶっちゃうから、そう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 、これでブンブンってちょっと回転、はい、
あ、もういい感じ、いい感じ。これで。ちょっと、起こしすぎたかもしれない。そう。これでエンジンをちゃんと暖気する。あ、暖気してから。暖気、エンジン最初にかけるときに、チョークレバーを引くのは、暑い時期だったら大丈夫かもしれないけど、はい、寒くなったらちょっと引かないとすぐ止まっちゃうから、寒い時期にチョークを上げて、うん、エンジンかけて、うん、でうまく回るところでチョークを止めて、そう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 、で暖気してから、うん、ある程度ちょっと温まったら、そう、まあその辺はね、さじ加減が必要だから慣れは必要なのね。だ今まだちょっと温まってないなって思ったらちょっと引くことも必要だし、まあでも今も多分これで戻しちゃったら安定すると思うよ。戻してごらん、レバーを下に、そうそう、真下、もうカチッていくまで、うん、あ、ちょっと厳しいかな。このぐらいアイドリングしてれば暖気はできるから、この状態でエンジンちゃんと温めて、まあこれなら多分走っても最初ちょっと調子悪いけど走れる。このぐらいなんかこう気持ちよくちゃんと上がるんだったら、うん、上がるんだったら、まあある程度乗ると温まってくるから、温まってきたら普通に回してもいいけど、最初はエンジン回転低めで。かけるとき全部これ引くかって言ったらそういうことじゃなくて、うん、なしの状態でキュルって回して、うん、その時に、ん？これはチョークがいるのかいらないのかって判断をして、うん、こんなもんだなとか、この辺だなとか。何その職人技、どうしよう。でキャブだから。そっか、まあカートだと思えばいいか。そう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 。で無駄にチョーク引くとかぶっちゃって、もっとかかんなくなっちゃうから、極力チョークは使わない。どうしてもちょっと厳しい時にチョーク使えばいいです。なるほど。じゃあチェックお願いします。OK ですか。ペケジェ君を乗って帰りたいと思いますが、ここにねすごいのがあるんで、ちょっと皆さんに見てもらいたいです。いやー、鈴鹿サーキットで何度も見たこのマシン、ちょっと今回はねやっとマイマシンが手に入って、これでたくさんツーリングして、ちょっとずつですねバイクの運転を上手になって、いつかはこれ操ってみたいなという目標を持ってます。またぎたい、はい、いいですか、はい、どうやって乗ればいい。普通に普通に、よっこらしょってよっ。おー、さっきここまでちょっと乗れるようになりたいなって言ったんですけど、うん、だいぶ時間かかりそうですよ。そう、このだって乗る姿勢もここもギュッてやる。そうだから、そこに滑り止めがついてるの。うん、で伏せる、ここに顎をつける。そう、顎をつける、腕下にギュッてちっちゃくなる、できるだけ。そうそうそう、で前見る、そこで前見る。まずストレッチから。はい、トレーニングしてるでしょ。トレーニング、そう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 、ほら見える。全く見えません。上目遣いが大切よ。いやー、乗りが遠い、うん、ほら、そして足つかないじゃん。だって止まらなくていいんだもん。止まっちゃダメだから、ピット入った時だけね。あー、知らない筋肉を使っている。そしたらあれだ、じゃあ雰囲気、じゃあかけるね。はい。おー、びっくりした。なんかこれも暖気してから走らせないと、
かで乱気してますもんね。ありがとうございます。いつかはこれに乗れるように頑張りたいと思います。